15時47分の10分遅れの普通電車で小松で向かいます。小松駅の東口のに出てきました。駅舎はなんか今までと違ってなんか近未来的な作りですね。これなんか JR 小松駅の小松駅が、
黒色ですね。今までの駅は白抜きだったと思いますね。あの阿波羅温泉とか、加賀温泉の駅名ですね。はい、ちなみに小松の森へ入ることもできますので、さらに撮影していきたいと思います。でかいシャベルカーっていうんですかね、メガトンダンプ、子供が好きそうなのもありますんで、ぜひとも新幹線に乗ってくるのも今後楽しみではないでしょうか。いや、しかし本当近未来的な駅舎ですね、これね。加賀温泉、阿波羅温泉と、モダンな和風テイストの作りだったと思うんですけども、小松駅に関しては本当なんか違いますね、全然。ちなみにこの駅前のロータリーはまだ作ってるようですね、完全に。これは、はい、新しくなって綺麗になるのを期待しております。